始発は国際車両工業者が製作した自動車の名称で韓国国内で初めて生産された韓国車である。1955年8月、当時総業市で整備業を営んでいたチェムソンとその兄弟らが米軍から払い下げを受けたジープのエンジンや変速機を流用し、車体はドラム缶を加工して製作したものである。シバルは当初、 主工業的手法で制作していたため、完成までに4ヶ月余りを費やしていた。その年の10月に行われた幸福10周年を記念して開かれた産業博覧会に縛るを出品したところ、最優秀賞に選定されただけでなく、大統領賞も受賞、新聞で大きく取り上げられたこともあって注文が殺到した。 大統領賞を受賞し、注文が殺到したことで得た契約金で工場の設備を整え、量産体制に入ることができた。主にタクシー用の車として使用され、生産を得た1963年5月までに3000台、余りが生産された。二ドアだが、タクシーとして使う場合は、助手席を倒して乗客が乗り込んでいたという。現在、韓国で保存されている。 縛るは五代ほどである。山田俊秀韓国がよくわかる、本、歴史、民族、社会、生活の実際が見える。週話システム267ページより、ありがとうございます。